はい、今回ご紹介するオートバイ、宣伝ですけどね、はい、これ実車ございますんで、はい、スーパーカブ110でございます。はい、ね、スーパーカブ110ステッカー貼ってますけど、はい、こちらはですね、タイでモデルチェンジされたモデルでございます。日本はね、後回しになるのがもう今のご時世でございますが、はい、本場なんですか。はい、タイではね、いっぱい売れてるんですか。スーパーカブもいち早くモデルチェンジをしたということでございます。はい、ただですね、タイのカブの、方はですね、フロントがドラムブレーキとなってございますね。はい、日本のもドラムブレーキじゃないかって、ディスクになるんでしょ。なりますよね。10月でしたっけ、違いましたっけね。ディスクになるって話をちょっと小耳に挟んだことがあるんですけど、どうしてかというと ABS つけなきゃいけないと、ね、ABS を標準でつけなきゃいけなくなっちゃったんで、フロントはディスクになるという話ですけどね。まあ、前後連動っていう手もあったんじゃないかと思うんですけど、まあでも流れから言ってね、ディスクにしていくのがいいのかね。まあ ABS つけた方がいいのかな。ABS どこにユニットつけるんですかね。かもね。ちょっとまあそれも 分かりませんが。はい。まあですね、そんないう中にあって、まあタイの方はね、普通のこういうモデルで、今出てきてます。まあもちろんタイの方もね、ディスクになるんだと思うんですけどね。はい、で、なんといってもエンジンがね、新型のエンジン、はい、スマートエンジンというと、かなりロングストロークになったということでね、話題になってますよね。で、これと他の、例えば CT125 とかシリンダーを組み合わせてどうのこうの、そうすると 150cc ぐらいになっちゃうじゃないかみたいなね、そんな話も、いろいろね、ネットの上では盛り上がっているようでございますけどね。はい、さあ、そんな感じですけどね、とりあえず新型のエンジンとなってございます。まあ、他の動画でですね、新型エンジンにちょっとこの、ね、レッグシート外して、撮っている、もし、動画もございますのでね、よろしければそちらを見ていただければと思います。はい、まあ、とりあえずちょっと見えるところからね、見ていくとこんな感じですよ。エンジンね、従来の日本で売っているスーパーカバー、ここにヘッドカバーがね、四角いのがポコってついてると思うんですけど、まあ、昔のね、タイプのヘッドカバーというかヘッドになってますね。ここにタペットのカバーがついてるタイプですね。はい、でモンキーの125だとか C125 ですか、そのあたりと同じようなヘッドに形状になっているということでよろしいんでしょうかね。まあいろいろと、違いはあるんだろうとは思いますが、はい、そんなところで、例えばね、こういうね、レクシー、これ色塗りなんですね。今の株、日本のも色塗りですかね。このあたりも、レクシードって昔はね、色塗りじゃなかったですけどね、高級感があるのかなと思ったりしますけどね。はい、そしてですね、なんといっても耐火分特徴はこれです。シートね、ダブルシートになってます。タンデムされたい方はね、いいじゃないですかね。もちろん、いや、株はやっぱりキャリアじゃないとっていうね、方もいらっしゃるかと思いますけどね。まあその場合はね、日本仕様を買っていただければと思います。はい、そしてですね、日本仕様とやっぱりこう違うのは、まあタンデムステップの取り付けが違うみたいですね。日本仕様の場合はスイングアームにこうタンデムステップがね ついてるっていうタイプで、こう走ってると足も一緒にこうやって動くっていうね、なかなかいいね、あれがいいですよね。残念、固定されちゃったフレームに タイヤ仕様がね、フレームに固定されてるタンデムステップがついているということでね、どちらがいいですか。スイングアームの方がいいよね、そういう、日本のやつを愛してやまない方もいらっしゃると思いますけどね。ね、まあ、どっちもね、いいんじゃないですか。ただね、多分ね、大使用ね、何人も乗るってことか そんな気がします。ここに1、2、3、4とかね、4人とか乗っちゃったりしてね、前にも立っちゃったりして、なんか無理やり乗ったりして乗れないですかね。日本はダメですよ。日本は2人しか乗っちゃいけないんですよね。そこがね、3人乗ってもいいんじゃないなんて、お子さんね、前後に2人、すみません、今の出現です。はい、ダメです。法律上ダメです。そう、法律上ダメですってことですね。はい、法律が許せば OK になりますよ。3人乗り OK になったらもちろん3人乗り OK ですよ。法律ですからね、法律です。はい、全ては法律のために人間はいます。はい、さあ、そしてですね、問題発言してください。大丈夫。はい、日本の株、昨日ね、 BDS で見たんですよ、青いやつ。お、いいね、やっぱ日本の株は最高だぜやなと思いながら、シートパコったことないね、昔ながらのね。あれがいいですよね。こう手で簡単に開いちゃうやつね。あれがいいじゃないですか。これね、手で開かないと簡単に。かきついちゃってんの。めんどくさい作りにしましたね。これね、こうやって、そう。開いてるんですけど、片手じゃ開けられない。また閉まっちゃうから。ね。はい、ちょっと失礼しますよ。はい、
これでね、そうすると開きます、はい、こんな風に開きますね、スクーターみたいに、ね、開くんです。これ6個ついてますこれね、はい、そして、燃料はここから入れます。だから燃料キャップの方には鍵ついてません。当たり前ですけどシートがね鍵になってるからね、はい、まあ、どっちがいいかって難しいですけど、うん、で、まあ、これをねそのままちょっとしてみましょう。だからこれを日本のシートにして、ちょっと待ってくださいよ、ここにロックついてる、ここにロックついてる、ロックつけるところがついてる、ここに。だからこれをこっちに移せばいいんだ。で日本用のこのシングルシートみたいのがあれば、そこにここでカチャって、あ、日本のやつは吸盤だ、なんかあるんじゃないですか、これ、こう多分ここにロックが入るんですか、ですよね、そういうことになるんですよね。でさらにこっちをこれは外して、ここにキャリアつけるということですね。これでどっちにしても開くんだ、すごいですねこれね。これちゃんとあるの、両方ある。これが耐火部か、まあ、日本仕様もいずれそうなってくれるだろうと信じたい、うん、さあそしてですね、これね、こう今2つ矢印、2つポチがあるんですけど、真ん中もあるんですよ確か、このここかな、ここか、ここにしてやるとここが開くんです。信じられます、開くんですよ。これちょっと待ってね、鍵だ、これ外れんの、大株は日本のってどうなってます、鍵、え、日本のはもういいよわかんない、日本のはで、ここに取説がついてる、あと車載工具がついてるんですよ。なかなかいいじゃないですか。もちろんあのタイ語で書いてあるんで、全く読めない、まだ中文の方がまだなんか読めるかなって気がするぐらい、タイ語というのは、あんまり馴染みのないやつですね。なんでですかね、分かればあれ、どの、ね、言葉も分かるとかね、分かってる人じゃね、あれなんですけど、これ2段階なんですね。この位置からちょっと動かす、ちょっと動かすと、このポッチが2つあるんですけど、そのポッチだと、手前のポッチはこれ、で、もう1枚とシートと、ね、2段階になります、はい。これを戻しましょう、ね。こんな感じでね、なかなかやってくれるぜ、スーパーカブって感じですね。はい、でこれちょっと、乗せたりしてないので、エンジンかからないですね。エンジンかけられて、ガソリンも入ってない状態なので、バッテリーももちろんつないでいないということでね。エンジンはかけられないのでございますが、はい、まあ、ここら辺とかね、見ていただくと、どうなんですか、うん、ね、いいじゃないですか、ね、ね、あ、メッキのね、カブ、昔はね、全部メッキでしたけどね、スーパーカブっていうとね、今のスーパーカブは、ここね、鉄の黒い塗装されたマフラーに、ここだけメッキのカバーがついているというふうになったんです。遮熱板をつけなきゃいけないっていうあれなんですか、昔の日本のやつついてなかったもんね、遮熱板ね。そんな熱くなりますかねなりますかね、はい、この辺もね、こう鉄って、いい音する、いい音する。ね、ね、すきやる。ん？樹脂ね、樹脂ね。ここはネジなんですよ。はい、ここ何にも入ってなかった気がするな。特に何が入ってるわけじゃないです。バッテリーが入ってるわけでもないですしね。うん、でバッテリーはここです。10ね。めんどくさいところについてるね、今だね。ちょっと外すの大変なんですよね。あとこの配線、これをね、通すのも結構ね、どこ通すのよっていう感じなんですよ。なんでこう出してるんですかね、これね。ちょろっとね。ね、はい。まあ、いろいろあります、はい。さあ、そんなところでですね、このクランクケースがちょっと変わってるんですか、ね、このなんかこれがちょっとなんとなく安っぽいかなあ、余計なこと言いました、はい、さあインジェクションですからね、ケーブル2本景品ですか ねついてますよね。もちろんあのついてないのもありますよ、1本だけもあります、うん、あの車種にいわゆるメーカーによってはね1本で十分っていうところもありますからね。トロットルは軽いですね。でブレーキ、なんかついてる、なんですかこれ、スクーターじゃねえんだからよシャッターキーついてるんですよ、これ。スーパーカブなのに。スーパーカブ、日本仕様のスーパーカブってシャッターキーついてないですよね。ついてないですよね、確かね。シャッターキーついてるんですよ、これ。ね。で、ハンドルロックはまあ、多分ハンドルロックは今のも、これは一緒だと思うんですけどね。これでハンドルロックかかってね。シャッターキーついてる。なんでシャッターキーついてないんですかね、逆に言うとね。で、シャッターキーあった方がいいですよね。どう思いますか、皆さん。そういう芋引きの方がいいですか。いやいや、スマートキーがいいよ。まあ、それは言っちゃう。スーパーカブはスマートキーにならないでしょ。C125 はスマートキーですけど。でもこれ、例えばね、芋引きだったとしても、鍵むき出しですよね。ね、いたずらされたらどうなります？
どうしようもなくなっちゃうんですよね。まあ、シャッターキーシャッターしてればいたずらされないとは言わないですよ。うん。どんなこと考えます？いや、何も考えない。え、君はそんなこと考え例えばここにね、なんか突っ込まれちゃったとか、鍵穴にね、どうされます？どうしようもなくなっちゃうんですよね。シャッターキーしたらしたでね、ダメでしょそれね。ねえ、それじゃ困っちゃうじゃないですか。ねえ、でもまあ鍵穴をいじられる心配はないからね、シャッターキーしてあれば。だそういう意味じゃついてた方がいいと思うんですよね。なんで太鼓部ついてるんですかね。なんで日本のはつけないんですかね。分からない。日本のも今度からつくんですかね。ね、次からね。分かんないです。これいつかつくんですかね、太鼓部隊でね。そのあたりはちょっと分かんないですけどね。はい。はい、で、この株の特徴。これね、なんかね、時代に迎合してしまった作りになってるんですよ。株はアナログじゃなきゃダメですよね。そんなことないですか、ね、見てくださいよこれ、びっくりですよ。デジタルになってるんですよここ。ほらありえないんじゃない、ありえないですよこれね。スピードメーターまだね、守ってますアナログね、はい、でこれが、燃料系と、ギアポジションとか出るんですよ。もうね勘弁してくださいよ。もうそこまで日本の株は絶対つけちゃダメですよそんなのね、うん、シンプルイズベスト、これがスーパーカブでございます。ミラーもなんかおしゃれなミラーついてる。何ですかこれ。カブって何、こんなにちょっと高級感ある乗り物なんですか。いやちょっとねショッキングね、ショッキングでございます。メーターちょっとね見てみましょうよ、ね、さあこれね燃料系、そして距離系、N、ね、シフトポジションです。エンジンかけちゃいましょうか。ね、エンジンがかかります、はい、でこのボタンを押すと切り替え式、今トータルでね総走行距離オドメーターですね、でトリップメーターアベレージ、これリッターあたり今何キロっていうね、そうですね、そして時計が出るんですよ。で元に戻ると、でギアを入れればここが 1から4までね表示されるという仕組みになってございます。はい、もちろんこれはね透過式照明ですね、はい、さあそんな感じでね、で日本のやつはここ燃料系がね、それがこっちにねデジタル部に、入ったという感じでございます、はい、ヘッドライト周りはね変わんないですね。従来の、LED のヘッドライトを採用しているということではないでしょうか。ヘッドライトだけは LED なんですね。他の部分に関してはこういうウインカーだとかテールライトだとか、まあ、ここにねナンバー灯も一緒に兼ねてると思いますが、この辺りはみんな電球を採用しているということでございます。はい、さあ、そんなね、スーパーカブ、はい、黄色、そしてもう一台ピンク、を仕入れさせていただいてございます。はい、ですので、今、ご購入いただければですね、すぐ納車整備をしてお渡しすることが可能となってございます。輸入元に在庫があればいいんですけどね、確かこれ4月の中旬下旬ぐらいになっちゃいましたかねに入ったんですよ。で注文したら2月ぐらいなんですよ、うん、で前回入荷分1月の下旬に入りますみたいなね、それはすぐ売り切れになっちゃったみたい で、はい、で次回分はそのぐらいになっちゃいますっていうこと で結局ですね、在庫してないと欲しいって言われた時にはもう買えないっていうね、ない今ないんです、ないですって言われちゃうんで、もう並行輸入車もそんな感じなんですよ、うん、まあ、日本のやつだともっとない買えない、うん、ですので、まあ、そのあたりで、もし欲しいという方はね、言っていただければお乗りいただくことができますからね、はい、ちょっと2色しか入れてないんですけど、全部で5色ありますね。白とあとは青ですか、あと緑ですかね、そっちがそんな感じの色だったと思うんですけど、白は全部白なんですよ確かね、他の色は確かレクシードが、まあ、この色なんていうんですか、ちょっとパウルチックなんですけど、ちょっとメタリック入ってますよね、はい、そんな、うん、色分け、赤かった、赤緑じゃないか、赤か、青と赤と白ですかね確か、まあどちらかというとそのなんかビジネスっぽい色はなかったような気がするんですよね、うん、タイのはね、はい、ということで、あ、何が言うの、宣伝なんですよね、ぜひご購入いただければと思います、多分そんな走ってない、わからないかもしれないけど、わかる人が見ればえこれ
違いますよね、メーター、デジタルなんですか、何これ、カムじゃないよこれっていうふうに言われちゃうかもしれないですけどね、はい、ということで、スーパーカム110、タイカムですね、はい、先駆けに、世界に先駆けて、モデルチェンジしたスーパーカム110、こちらでございます。とりあえず見てありますのでね、よろしければお声掛けいただけると幸いで、ございます。ご視聴長々とありがとうございました。